僕人望厚くてね、あーラーメン食いくぞってさ、はい、若い子面倒見てた、まあ、すごい面倒見が良かった、ね、面倒見良かった、ね、人が集まるんだね、明るいし人気もあった、ね、そう人気だったね、まあ、コッポ、うん、コッポ、喧嘩芸コッポ、うん、今あったんですけども、堀部師範について、うん、堀部師範に総帥が怒ったと、うん、あの子供を騙すんじゃないと、うん、あの一括したという話をちょっと聞いたんですけども、高田県で梶谷先生があって、はい、あいつすぐなんか俺の顔見てビッグ引いてたから、梶谷先生は冗談でそういうのの顔見てビッグ引いて毛病してるなって言ってた、わざと聞くふりに言った。ああ、総帥から見て、うん、コッポの技術どうですか。まあまやかし、うん、だって本当に強いからオープントーナメント出てきて戦うんですよ。千代大会時期も、まあ、今の九重親方、そうそう、中学3年の時までやってて、はい、それから九重部屋行っちゃったから、大関ですからね、元大関すごいですよね、大関ってなかなかなれないですからね、なれないんだよ、あれガツッと組むんだったら横手になったかもしれない。千代大会時期の相撲で印象的なのは武双山関との突っ張り合いの、うんうん、もう顔から血が吹き出す相撲があったんですけども、うんうん、そしてご覧になる、うん、突っ張りで両者引かないで、うん、バン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 やって、うん、まあ、最後ちょっと武双山関が勝ったんですけども、うん、まあ、口から血をぶわーっと吹いてまで、うん、バン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 張り合って、これ伝説の取り組みとして残ってるんですけども、さすがこの辺は指導官での空手の稽古が生きてたのかなと思いましたね。相撲のアマチュア世界組織すごいよね。ああ、そうですね、そうですね、前アルゼンチン行った時ね、はい、アルゼンチンなんとかタンゴといたんだよ、はい、柔道から来たんだよね。あ、佐藤勝明塾長の柔道の先生がアルゼンチンにいてね、はい、村上君たちとブラジルからずっと回ってきたの。へえ、次の質問いきます。添野先生から脱力という言葉を聞いてびっくり、うん、死ぬ気でやれとか根性出せとかいうタイプだと思ってたと、うん、いうことなんですけども、うん、そしてこれは僕の動画で、まあ、この脱力でスピードつけろということを言われてたのを見てのコメントなんですけども、うん、これに関していかがでしょう。ムエタイと戦った時にこの無駄な力にこう抜いてこうフラ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 して速く打ってくるわけね。どうしても空手だったからこう力入りすぎたって、はいはいはい、それでムエタイからこの学んだんだね。遠心力でパンパンパン無知まで蹴ってくる。あ、でも戦うと分かるんだね、柔らかさ筋っていうのを体重のフラフラフラって言ってね。スピードとパワーだったらどっちが大事ですか。スピードがあれば当たった時にパワーになるから、いくら力があってもスピードないと遅くなって当たった時に弱くなるんだね。スパーンってスナップ、リズムのスピードスナップね。そう、力入れれば入れるほど硬くなって遅くなるんだね。あ、呼吸が、まあ、そのスピードの脱力、うん、リラックスだ。練習の時にそれ分かってても試合なんと出ないんだね、硬くなっちゃうから。あ、みんなで試合の時フッと抜けるのはいい選手になるんだね、度胸がないと硬くなっちゃうんだね。例えば元横綱の北尾さんもそういうのを操るところで練習されたということなんですけども、うんうん、北尾さんいかがだったんでしょう。北尾を連れてきたのは島田さんつって梶原先生のところの映画のね、はい、プロデューサーが連れてきたの。だからどっか知り合ってね、で練習して駒沢かな、駒沢かな、バーンってぶつかって、はい、バーンってバーリツードジャパン、うん、首、はい、もう終わっちゃったかなと思って入ってなかったからね。でガーってやっぱり5分10分離せってんとこ力入っ、自分が疲れちゃった。でくるんとかってバンバンバンって打たれちゃった。入ってない締め技を締め続けるのに、そうそう、自分が疲れちゃう、疲れちゃう、疲れちゃう。それで島田さんが俺にもバチバチやってくれて、試合にバン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 叩きながら力抜いてすごく速くなったのね。で村上なんかとスパーリングさせてね。北尾さんって当時2メートルぐらいあって、うん、体重も150-160キロもっとあったんですかね、うん、すごく横も大きかったじゃないですか。 それが脱力を覚えるって、うん、でもあれ北尾、うん、やってらすごかったよ。昔のあるんだよ、北尾の。どっかにね、北尾。これはモスクワ、ロシア勢。あ、安倍っていうのこれ、はい。これ強かったのね。北尾ね、残念だな、亡くなっちゃったからね。北尾さんと一緒に望月さんとか、そうそう、もう来たっていうことで。あ、塾長。うん、北尾はあれ、
島田さんの財布厚くしたレースでさ、はい、ちょっと厚かったんだよ、あの武功道場。それでその時に あそこに返したの。この天竜さんと試合やったんだよ、はいはい、ありましたね、俺、はいはい、審判やったんだよ、両国で、はいはい、あ、うん、あ一時ね、これかな、この北を、はい、多分ね、宮本君知ってるやつ何人かいるよ、もちろん君預けたの、あれ今バートベールと、そうですね、あ、違いますね、すごい熱心だったんだよな、はいはい、あ、見てみるとこれ、これはシカゴ行ったね、はいはい、ホイスの弟、はい、北を連れて行ったの、はい、これからって時ね、うん、これは組長と喧嘩した時、あ、面白かった、うん、まあ、北尾さんがじゃあ そのまま続けられて、うん、そうだね、うん、まだ脱力を覚えて、うん、リラックスした体ができればすごい、うん、まだもっといける、硬くなっちゃうんだよな、硬、うん、くなってね、あのポコ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 タバコ吸うんだよ、こんな、あ、タバコ喫煙家だったんだ、うん、でね、なんか喉乾いよ、そうそうそう、喉乾いちゃうんだよ、なんかまあ、元年はもう糖尿病になって、ちょうど引退解散だ、ルール納得できるとね、はい、では質問に行きます、お疲れ様です。空手が国際交流の素晴らしい媒体となってますます発展することをお祈りしてますと、まあ、指導官といえば外国では多いということで、うん、まあ、先日もピーター師範なんかも来ててやられたことなんですけども、外国の方についていかがでしょう。今度11月5日に第43回指導官国際大会、はい、何カ国から来るけどね、はい、空手とキックと今 MMA ミックスしてるんだね、はいはいはい、足腰強いからね、はい、でそこをフルコンの人もやっていかないと、組んでボーンと投げられちゃうんだね、スタミナなくなるからね、あ、特にモンゴル勢とかそうですよね、宮本君にあの2人キーチと優勢をな、力つけないからな、3人に金物だけどな。では次の質問いきます、まあ、これはですね、まあ、すごく伝説の出来事といいますか、まあ、猪木ウィリー戦の話なんですけども、うん、猪木対ウィリー戦の時に、ソヨの総帥が新馬会長に膝蹴り入れたとか入れなかったとかあったけど、うん、これは本当なんですかと。あれはね、試合終わって新馬さんは挨拶したって言うけど、喧嘩して次の試合に持ってこうとしたわけ、梶原先生が興行として、そうそう、3回やろうとしたわけ、うん、で島さんがボーンってやって、大山茂さんと小競り合いになって、大山茂さんドーンってついたわけ、でそのまま叩かれたらまずいと思って、俺はバンって蹴ったわけ、で島さんうーっとなってね、それで猪木さんが引いちゃったわけよ、もうアマチュアでやらないっつって、殺伐としちゃったわけ、その時のプロレスのファンがね、俺のところにカミソリとね、鼻毛を送ってきたのね、変な鼻毛ですか、うん、鼻毛を送ってくるんですか、プロレスファン、プロレスファンってやばいんだよ、本当に黒崎先生の道場をぶかされちゃった、看板の、あ、鼻毛を送ってくるって、うん、プロレスラーを昔いたんだよ、猪木さんのもう信者、あ、カミソリは聞いた時ありますけどね、鼻毛と、鼻毛と、うん、そう送ってきたんだよ、たばっくりよ、変なファンっていうか、いるんですね。だからそれを新馬さんに、はい、今度はプロとして付き合いましょうって言われた、アマチュアの考えだった。あで黒崎先生も梶原先生も俺一言も言わないから、あでお金は小山先生のとこ行かなかったり潰せって言うしね、あで俺はまだ32だったでしょ、まっすぐだったから、まあ、大山総裁からはもう試合ごと潰せと、うん、そう、お金がいかないから頭きたんでしょ。だから弟子と孫弟子が大きな公務やって、あれだけのお金動いてるんだから、松浦さんもこの5000万、7000万出したっていうからね。で、小山先生のとこ行かなければね、潰せってなっちゃうよね。あ、分かるよ。まあ、その辺はちょっと、まあ、ジェラシーじゃないですけど、その辺があったという。うん、でこっちもまっすぐだから、32歳、小山先生、信者だったから、まっすぐ。じゃあもう総帥としては大山総裁に言われた潰せという言葉があったんで、うんうん、もうその試合は潰すつもりだったんですか。そうそうそう、あ、本当に潰すつもりだったんですか。150人入れたっていうのはね、はい、ちょうど新格闘術の俺は組織委員長だったわけ。あ、黒崎先生がお前組織委員長あれって、はい、名刺までちょっと持ってきたの。どれ組織だかって、お前
作るのうまかったから、はい、大学の空手応援団あとそれの道場の場で150人のガードマンの時に見ちゃったから、消防のあれでうるさいからとかね、それで周り席なんか ないから、あ、猪木さんも大変だった。セコンドとウィルの両方試合するみたいなもんね。そうですよね、そうそう、勝ったら勝ったってみんな取り囲まれるし、そうそう、あ、そりゃそうですよね、まあ、なんか当時中にはこの猟銃持ってきたりナイフ持ってきたりとか、それあの関水流のね、はい、水谷さんが、あの人は名古屋のヤクザなんで、売名行為で、あの最初ヤクザなんですか。そうそう、あの馬場さんを脅かしたの最初名古屋で、当時馬場なんかもなんか山口組系の人は抗議やってたんだよ昔。それであのファイティングハルドを脅かしたり、はい、で猪木さんにそれゆすりみたいな、そうそう、二丁眼までやろうってさ、で猪木さんもやろうとしたんだね。で猪木幹事の勘と水谷って勘する、あ、田中正元さんが間に入ってね。猪木さんあんまり乗り気じゃなかったんだよ、水谷さんとあんまり好きじゃなかった。今でも弟子はちゃんとやってるんだね、関水流。なるほどですね。じゃあこの時期は本当に総水は潰すつもりだったと。そうそうそう、まあ、あの周りが新馬を殺すみたいに殺気立っていたから抑えるために軽く蹴ったみたいだというコメントもあって、それはあの新馬さんがあのかっこ悪いから、はい、言ったけど、実は思い切って蹴ったよ。思い切ったんですか、うん、本当に潰すつもりですね。まあ、あの先日この総帥と新馬会長のお話も聞いたように、うん、今ではもう新馬会長とはもうすごく、うん、まあ、仲がいいという、うん、で梶原先生とはパート1、パート2、総集戦3回やるんですよ、お客集めて、東京、名古屋、大阪でやろうとした。あ、やっぱその辺はやっぱり一流のプロデューサーですよね。そうそうそう、それはすごい、うん、プロとしてやっぱ考えて、まあ、そうそうそう、まあ、興行を盛り立てる、一発じゃない、3回やろうとした。まあその方がやっぱりまあ盛り上がりというか、まあ工業的に考えても、そうですね。まあ実際にまあそのプロレスにしろ格闘技にしろ、まあ空手にしろ、工業に、まあ今でいう反社会勢力、反社の人が関わってたというのは、まあ当時まあそれはありましたよね。もう昔からね、あの漢字元って相撲の世界からね、芸能からね、力道山なんかもそうでしょ、みんなね。あのまあ、プロレスの世界で、まあ、某先輩が、まあ、このあの営業してたんですけども、その反社の人にこうチケットを下ろす時っていうのは、うん、折半で下ろすということで、まあ、その男気のある反社の人で、うん、いや俺折半なんでその手数料なんていらないの全部持っていけよって言って、うん、定価で買ってくれたらしいです、うん、何百枚も、うん、だけどその人はその会社に報告するのも折半で下ろしたって言って間を抜いてたので、そういう話も結構ありましたね。結構あるある。あ、任侠の人は顔役が応援しないと興行成り立たなかったんだね、はい、俺なんかも後楽園でずっとやって、ダフ屋に流しちゃうんだよ。あ、誰がダフ屋流して、黒崎先生がダフ屋に行ってんだよ黒崎先生がやってたよ関係者本人が黒崎先生ダフ屋に行ってさ、で黒崎先生の前に外のばっかしだもん、笑っちゃうよ、誰がってんだ黒崎先生言ってんだよ、で金使って後楽園金払われんだもん、会場しか進んでんや、新格闘技潰れちゃうよ、黒崎先生お金払われるんだよ。あ、この間ちょうどいい先生もなんかそんなそんな言ってましたね。だから、あ、だから黒崎先生に黒ちゃん黒ちゃんっていうのは松田さんぐらいしかいない。お金言ってんだろ。お金はあんまりこうちゃんとしなかったんですか。だらしないっていうか、あの石川徳部石川お金に汚くない、だらしない、みんな使っちゃうの。まあ酔い腰の銭は持たないみたいな。で藤原なんかかわいそうで家取られたりしてたんだろ。これあの手形の俺のそういうの単語を押してさ、はい、押して回したんだ手形、あ、手形割ってきたんだもん、それ、あ、先生使っちゃうんだもん。お金に関してはもう全然ダメ、あ、もったいなかったね。その中選手育てたんではもうピカイチだね。だから所沢に昔打倒黒崎道場って書いてさ、はい、